あ、3つ目も頑張れ。はい、危ない感パン3いきます。次の舞台はこのゲームはシラフじゃない方が楽しいわ絶対。奉行所これ奉行所ってまずくないなんまあ行くしかないけどさ、自分から攻め入る感じ、どういうこと、それはよくなくない、ようこそちゃうわ。え、大黒屋、なぜわしを奉行所などに連れてきたのじゃ。その通り、気づきませぬか大官様。何がじゃ。来るのかよ普通。この奉行所にございますよ。だから何がじゃ。本物の奉行所は隣にございます。まことか。してここはどこじゃ。奉行所のテーマパークにございます。何、どういうこと、テーマパークとな。この手のレジャー施設は江戸には大変不足しておりましてな、ここで私が目にものくれる大テーマパークを作り、高い入館料を取り、ガッポガッポと荒稼ぎするつもりでありまして、莫大な建設費をかけ、つい先頃やっと完成させた次第にございます。そう、なるほどの。しかしよくお堅い本物の奉行所がこのような偽物の施設の建設を許したものじゃの。許可だと取ってあるわけがありますまい。名前を使い無理やり問答無用で作らせた次第にございます。やりすぎじゃねえのみたいな。奉行所は何も言ってこないの。奉行所からはすでに何回も苦情が来ております。貴様は天使だ。テンポまんまというやつはやりすぎたぞ大黒屋。フェードアウト。なんだよこれ。あの迷うやりすぎちゃうみたいな。聞いてない聞いてないみたいな。そこまでいっすみたいな感じだった。知られざる大岡さば、大岡をさばくんだ。どういうこと。まずはこれ、まずはちゃんと面を把握しないとね。ここから来るの？ちょっと待ってよ。違うんじゃない？うわー、なんか広そう。いやー、これはやっぱ酒飲みながら見るのが一番いいわ。自分でやるもんじゃねえわ。これどう？あ、ここを通るわけね。え？うわー、すごいな、部屋がいっぱい。広いなー。まずこれ入り口を探さなければならぬけども、そこかな。ここかな。そこスタ、ここだよね。本当に本当に近づいてみて。ここでしょ。え、違うんじゃん。え、入り口どこやねん。玄関じゃない。そこじゃない。あ、でもこれだこれ。左下の。これ？そこじゃない。これ？ぽくない。こっから来んの？じゃあ。これむずいな。いや、まず入り口わかんねえとかやめてくれやな。じゃあもう入り口に爆薬置きまくる作戦いくよ。鼻から火あぶり大作戦いくよ。鼻から火あぶり大作戦許さねえから。まず気力減ってるからとか関係なしに。あ、やばい。じゃあ気力減らさないと罠かかんねえんだ。そうだ、危ねえ。あ、そうだ。そう危ねえ。ナイスナイス。絶対ここの痩せ浪人の配置は必要ということだ。ここら辺赤いから、うん、そうなんだ。入り口分かりづら。ここに痩せ浪人を十分に配置し、どっちにおびき寄せるかか。うわ、これむずいぞ。ここに岩を置き、こっちにも置いとくかな。一応どっち行ってもいいようにね。そう、まんべんなくね。そう、ぶっ飛ばされた浪人によって、もう岩が両サイドから攻めを寄せると。浪人のことなど知ったことかと。さすが。そうです、お主もあるよの。そのことをいただくために来てますからね。であとはレズダルでここを入ってきて人を引こうとしたところ、レズダルで大爆破と。もう大炎上の間です。ここはレズダルのお供には必ず四角食材が
しさ、もう全部大炎上のまでいいんじゃないちゃんと私このスイッチを押すところも忘れておりません。俺いつかさ、こうなんかこれでいいんじゃない、岩飛んできた岩で吹っ飛んで、はいはい、その先にまた岩が飛んできて吹っ飛んでっていうのもなんかピタゴラスイッチにしたいなしたいね。ピタゴラスイッチでこう屋敷の中をぐるぐる駆け巡らせたいよね。それが理想だよね、うん、それが真の悪大感だよね、うん、どうしやな、ここにトラキバを置いてちょっと時間を稼ぐ。トラキバ、トラキバ地獄ですか。トラキバ地獄です。で、この一本道にまた岩です。一本道、岩使いやすいんじゃない。バカやばい危な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 い。あんまちょっと凍りすぎじゃなかったね今ね。まあいいや、時間がねえな。浪人足りる、浪人足りないかな。ちょっと浪人各部屋に陣取らせようか。浪人部屋浪人ちょっと待機。いやしかし広いな広いなこれ。あと大炎上の間やっぱやっとけば安排説あるよな普通に。うん、仕掛けショップではいい。でも悪大感がそこにおびき寄せられるかどうか。そうだね、それはあるんだよな。ここも大炎上だ。大炎上で、あとここはもうじゃあ劣悪落とし穴部屋だな落とし穴とトラバサミで。そういえば槍買ってなかった。槍買った。あ、装備してない、忘れてた。あ、装備してない。じゃあ次回、次回次回お楽しみで。岩使えると思うんじゃない。こう進めば進むほど岩が来るっていう。そんなとこ入っていくかな。入ってこないかな。分からん。ちょっと浪人置いとくかな。不安だから。浪人ここに来た部屋に。時間がないんだよな。これゆっくり考えたいんだけど。あとは他にはどうかな。まだまだあるね、まだまだあるんで。あとは火薬を大火事にすると。奉行所、うん、奉行所を大火事にして悪大官の敵はもうなしという。この世に悪大官はびこると。食材は、こんだけやればもういけんじゃないの。落とし穴をなんかまとめ、まあ、そこら辺とかめっちゃガバガバだけど、ここら辺ガバガバだよな。どこにいるかだなとは。ここら辺も全然ガバガバだな。ガバガバだな。全然時間ないよな。これ密集させすぎなのかな罠を。ああ、もっと散らばらせていいんかね。ずいな。部屋に置きすぎなんじゃない。通路じゃない。これメインは。そうだな。通路にちょっと落とし穴やっとくわ。1秒1秒。一刻だよ一刻。母よしよし、まあもうちょっとばらけさせていいのかな。つこう罠を来ました。ここは楽しみ。岡越前の神様、助け様、岡越前、
来たか。その方ら、油断で将軍様からお預かりしている奉行所のテーマパークを、これ3人いるんじゃない、よりによって隣に立てるとは言語道断。そういうこと、勘定奉行に引き渡す前に今までの財宝を含めガードマン、ご沙汰を蹴るよう観念せい。剣持ってない今回。もうここまで来たら巻き込まれるだけ巻き込まれてやるわ。かっこいい、巻き込まれるだけ巻き込まれてやるわ。かっこいい。怖いなこれ、大丈夫かな、やばそうな、毎回不安なんだよねこの。あーでもスタートは合ってたね。あ、3人いる、やっぱやばいんじゃないこれ。なんか食らってる、なんか食らってる。いやこれやばいな。うわ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 、え、めっちゃ来てるよ。ああ、進撃がすごいな。めっちゃ無視してんじゃん、ルート。いや、ちょっときついか、これ。やばいね。あ、全然部屋の中。あ、行った、よし。あとりあえず。とりあえず。じゃないか、ここ通れないんだ、やばいやばい、追い詰められていく。やばい、3人いるかよ、こっち来た、暗い。いやもうここに一回いよう、ここに一回いよう。え、そこ食らうんじゃないの、食らいそう、食らうよな、食らうでしょ。もう痛いだ、あそこ通れん、あそこ通れんだ。あああああああやばいやばいやばい、痛い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 。あ、でも一人死んだ、よしよしよし、あやばい、ちょっと近づけた方がいいんじゃない、逃げろ逃げろ、どっちだこっちだ、こっちか、よし。怖い怖いよ。暗い。よし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 。よしよし、なんか今言ってる。あの爆弾部屋に飛び出したいよ。これ逃げ込むか。食らっちゃうかな自分。いや、スイッチ押さないと食らわないでしょ。入れないでしょ。どっから入る。だってこっちから入んなきゃ。あ、こう、そう。あ、こう通れる通れる通れる。どうなった。え、どこ行った。あれか。ボスだけだ。おー、あ、それスイッチ自分で踏んだ方がいいんじゃない。あ、やばい、ほら自分で踏んだ方が。痛い、ちょっと落とし穴の横抜けろ。自分でスイッチ踏めばよかったんだよ。そうか、あそこ通り抜けれるもんな。うん、かくして悪大官と悪徳商人の非常識な野望は打ち砕かれた。この事件において悪徳商人が作ろうとしていたテーマパークの地下で大岡がさつまいもチップスを作る研究をしていた青木昆陽との出会い、またその後の享保の大飢饉で万民を救った石焼き芋の話は講談を通してあまりにも有名である。こだわってんな、結構おもろいな。悔しいけど、装備揃えて武器増やしたいね。親父っ子。よし。儲けた儲けた。これで平賀源内殿。自分はそんないいんじゃないの、買う、なんか逃げ惑ってりゃいけそうだったよ。うん、茶運人形、一見ただの人形に見えるが誰かが近づくとセンサー感知し爆発するような、これ強っ。へー、安っ。茶運人形2本、細かく小さい矢を10回まで発射する、大変迷惑な罠。茶運び人形だ。茶運びか。スイッチを入れると敵味方関係なく近づいて自爆する罠、直進しかできない。
これがいいんじゃない。これは落とし柵、スイッチを入れることで柵が落ち足止めを食らわす。へえ、時間稼ぎかね。これ反発材を使ったエコロジー商品でスイッチを踏むと敵味方問わず指定した方向に吹っ飛ばす罠。エコロジー商品面白いんじゃない。吹っ飛ばしてその先に爆弾みたいな。これやる。入ってくれない部屋とかさ入れれるってこと、ね、うん、スイッチオンで薬事法で認められていない混乱薬が放出される他の罠と一緒に使おう。大阪城を包囲した古い隊大筒を改造し巨大な矢を4発まで放つ室内戦。そんなん死ぬだろ普通に当たったら。めちゃめちゃあんな、ね、スイッチを入れると指定方向に向けて火炎を2回まで放射する罠。土製何なんだか人形、悪代官を旗取って土で作られた人形。これもまた部屋におびき寄せたりできそう。皮膚キモグラ地雷の元祖、敵味方問わず気力が低い場合踏むと爆発。分かんない。スイッチオンで上から桶と中心含め4方向に落下する罠、その場所にスイッチがあれば作動させる。あ、これいいよ。これは使い道によってはかなり、俺これは使えると思ったな。土製おとり、うん、これちょっと買おうかな。これとさっき言ってくれた茶運びと、広いんだよな。なんせ広いのよ。テーマパーク作ろうとしてるぐらいだからな。罠のテーマパーク作ろうぜ。てんやわんやにさせたるわ。こうかよ。まずは気力削りでしょう。おっと見づらいぞ増えちゃった。スローリーだね。まず安定の、え、幕下じゃないの。幕下根性ないらしいから。なんで買ったの痩せ浪人の後にちょっと追撃させるで。あとはちょっとこれやってみましょうか。仕掛け合い。あ、仕掛け合いちょっとどうなるんだ。これ仕掛け合いどうなるかな。この辺に通り道はないと困るから、あ、スイッチじゃないの仕掛けやるよ、うん、勝手に地雷的な感じだとか。あ、落とし穴的な。そうそうそう。あれ俺はとやるな。これだ。これはスイッチでしょ。飛ばすやつ。そう、飛ばして部屋に入れたいけどな。そうだな。トゥッテルトゥッド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 ゥッ。あとは、まあ、とりあえず火薬の部屋作りつつ飛ばすやつやってみるか。ドゥルッドゥッ。ここら辺入ってかないってことだよね。うん、小鳥人形置いてみるか。おおここに一体で、あ、置いてないこれあれだな。スイッチがいるんだ。あ、そういうこと。じゃこの辺に踏ませるんだ多分。ああ。で、ん、いるこっちってなって。で、おびき寄せて。そしたらそこが火薬部屋と。おとりもうちょっと仕掛けといたら。ここにおとり一体やっとくそこにおとりいても見えねえけどな。なんか匂いで来るみたいな感じが普通。そうなの匂うのか。これでどうだ。悪大監修すんの臭そう。トラバサリじゃなくて
ここで足止めの部屋に転身。分からんけど。あとは、あれやりたいんだよな。吹っ飛ばすやつ。ああ、どうやったら吹っ飛ぶ？部屋に入れる感じ？どこ踏ませ、ここ踏ませればいいのか。だから、吹っ飛ばすやつがこれでしょう。これをここに置いて、こっちに吹っ飛ばさせて、ここを踏ませると。そしたらここが火薬の部屋ですよ。おお。火薬でこれか。いつも分かんないでしょ。大炎上させるよ。見とけよ、大岡越前。貴様のヒゲ全部燃やし尽くすわ。ヒゲ生えてた。ここそこも入れるようにしたら、そうそう。ドゥッテル、ドゥッテル。ここもう無理くり入れるから、ね。ちょっと待って。あれ今セットされた。されたよ。されてる。うん。じゃないか。適当なから。今回学んだ。こっちから来る可能性もあるから。ここに置くと。クロススイッチ。で、タグをふんだんに置けばこの部屋完成です。はい。で、あとは。九国時間ねえな。時間なくなったらとりあえず焦る。あったと人多くと痩せろうに足りてる。足りてない気がしたんだよな。足りてねえな。なんか全然足りてない気がする。落とし穴ですよね。ここに落とし穴があるか。で、岩よし。お、結構分散させたね。分散させた感じになってるけどね。えんちゃう。まだもうちょっと。ああ終わっちゃったな。どうなるかなこれ。あとは自分の動き次第なところあるからな。でおとりがいるから。あと今回まきびしもあるからね。使っていく。はい、ヒゲ生えてねえじゃん。ちょんまげ燃やす。ちょんまげろうそく地獄にする。よし、かかってこいや貴様ら。元気らっしゃる。どうなる。頑張る。ここ通れない。通れなくなっちゃってんな。あ、でもこっち来い、こっち来い、こっち来い、あいつこっち来い。カモン。お、入んねえ。入んねえか。わぁ、入んねえ。入んねえのかよ、お前。おい、お、来てるぞ。よし。巻き虫使ったな。入んねえな。こっちに消すよ、一回。あ、おい、バカだれ。あとはいい。よし、アリスも岩でドン。おい、来いよ来いよ。よしよしよし、2人やった。あいつだけでしょ。どこ行ったあいつ。あ、入ってる入ってる。おびき寄せられてる。罠に引っかかったか。え、どこ行った。あ、今足止めかかってんだ。ここも作動させればいいんでしょ、自分で。そうだね。あ、してるか。してる、してる、してる、してる。あ、やめて。本物、本物つけんだわ。
こ行ったの？あっち行った。どうした、はい、どうした、はい、やったわ。入っていった。なんかあれ二つの罠。あ、戻ってきた戻ってきた。逃げろ逃げろ。そうそう、そこにいたら。こっち来い。あれ、あっち行くの？どこ行くの？どこ行ってんの？そっちには何もないぞ。もう一回こっち寄ってみる。来るか来るか。行かない。あっち行った。よし、ああ、行った。いけいけ。ああ、そう。偽物か。こいこいこい。え、そっち。ああ、そっち。ああ、やばい。いたな。でも結構まだ HP あるな。あるじゃん。倒せないのかね、もしかして。ガーガーガー。ああ、まあ厳しい。仕掛けといたら。おお、チャンス。まあ厳しい仕掛け。よし。ああ、よし。いいんじゃないこれ。46回使えるからね。ここにもあるんだ。バーカ。ここでしょ、次の部屋は。あ、食らってんな、まきびし。よしよしよし、おお、よし。いや、まだある。やばいな、体力やばいな。そっちか、次。やばい、はい、よし、ナイスお前、ナイスお前。よし、おお、お前逃げられねえんじゃねえの、それ。よし、おお、いや、俺も入った。一緒にジャンプしろよ、頑張って。一緒に入ってんじゃねえよ。食らっちゃった。罠がもうない。こっち来ないか、あれだけ。あ、やばいな。あ、引っかかんない。ちょっと、うわー、罠足りなかったな。全然半分ぐらいだもんな。くそ。かくして罠足りないな。商人の非常識な野望は。くそ、おい、あいつタフだな。もう余ってなかったよな、罠。うん、罠。デスパンダってなる。デスパンダ。